FIDO はファーストアイデンティティオンラインの略語で従来のパスワードに変わると見られている認証技術の一つ。業界標準になると見られている。業界団体である FIDO ライアンスによって企画の策定と普及推進が行われている。ユーザーから見た FIDO の特徴は生体認証などを利用するためユーザーはパスワードを覚える必要がないという点になる。また、生体認証を 端末側で行うことで生体情報そのものはネットワーク上に流れないサーバーで保持しないためインターネット上には生体情報が流通せず情報漏えいのリスクが軽減されていることが特徴となる。ネットワークにおける本人認証として長らく ID、パスワードによる認証方式が採用されてきた。しかしながらこのパスワード方式は パスワードの漏えいが問題視されていた。パスワード認証の不備を補うために、複数の認証キーを用いる、多要素認証が開発された。暗号鍵を埋め込んだ USB キー、端末ごとに生成した、端末 ID、指紋や交際といった、生体情報、SMS でその場限りのワンタイムパスワードを本人に送信するといったような認証方法がある。 生体情報による認証を除けば、鍵となる媒体を物理的に盗まれた場合には、不正ログインが可能となる。このため、多要素認証として、指紋や交際、顔、静脈といった生体情報を認証に使う方式が注目を集めてきた。2012年に生体認証をベースとした手軽でセキュアなオンライン認証基盤を実現するためにフィード、 アライアンスが結成された。2016年時点では、FIDO1.0 仕様の技術として、WAF、U2F がオープンな企画として、使用公開されている。従来の認証方法は、ネットワークの中継路で認証情報を傍受が可能であったり、サーバー上に記録してある認証情報が漏えいするリスクがある。FIDO の仕様では、ネットワーク上に流れる情報は、 端末側の秘密鍵で署名されたトークンのみであり、サーバー側には公開鍵の情報のみを保持している。悪意ある第三者がトークンと公開鍵を傍受したとしても、秘密鍵に応じたトークンを作成することはできない。以下のような特徴がある。w a f 1 0は2014年12月に公開されたユニバーサルオーセンティケーションフレームワークの略。 フィドに対応するデバイスを利用してパスワードを使わないで認証を行う仕組み U2F は2015年5月に公開されたユニバーサルセカンドファクターの略2段階認証を採用しており ID、パスワードの1段階目の認証に加えてセキュリティコードやセキュリティキーなどを使った認証を行うセキュリティキーとして USB キーに加えて Bluetooth と NFC をサポートした仕様となっている。2015年11月に W3C に Web API 仕様として提案された WAF と U2F と統合した仕様。ありがとうございます。